はい、どうも、ライスゲームズのライスです。それでは続きやっていきますか。前回は、C ランクまでクリアして、この右の方に行ったから、今度は左の方に行きまーす。いや、C ランクも勝ったから、多分ここも余裕だと思うんだよね。左側のここ、力の扉かな。さあ、ここのモンスターはどんな感じかな。あれ?なんかちょうど、なんかあれやな。ちょっとあれだから、ちょっと倍速にすると、ちょっと戻る。てか、たまにバグるんだよな。怖い。バグりが怖い。バグり超怖い。またメタルスライム来んかな。メタルスライム来んかなとか言いながら、その時俺実況してなかったから、一応映像だけは残って、前回、撮ってるっちゃ撮ってるけど、メタルスライムというか、なんだろう。相手が出してきたモンスターだから、なんか経験値もらえんのかなと思って、そんなテンション上がらんやったけど経験値いっぱいもらっちゃったかもな。この辺の敵はでも弱いか。なんかあれ、ホイミー系、ホイミー、ベホマとか覚えるモンスター出てこんかな。そいつとオークを合体させたいんだけど、なかなかあれなんだよな。ポケモンじゃねえ。モンスターが捕まんねえんだよな。困るんだよな、それが。まあ、本当は燻製肉を3つか4つぐらいあげたらなんとかなるとは思うんだけどね。なんか出たー。人間、猫かあれ。猫乗ってるやん。猫なんか髪の毛生えた猫乗ってる。スカルライダー。スカルライダー。いいね、スカルライダーかっこいいやん。いいな、スカルライダー欲しいな。107。弱っ。あ、これ何回?うわ、10回か。なんかさ、マップが広くなってさ、下に降りる階のさ、あれがさ、めっちゃ厳しくなったんだけど、そのスライムツイー、こういう意味覚えてないかな。覚えとったら欲しいんだけどな。なんかこいつ覚えてたような気がせんこともないんだけど、死ぬの早いからわかんない。死ぬの早くて、わかんない上に全然仲間にならねえな、こいつら。なんで?もうちょっとガンガン仲間になってほしいんだけど。ガンガン仲間になって、ガンガン配合させまくって、レシピとか使いたいんだけどな。これ右。あ、これさ、ここのさ、森ってさ、なんかドラクエ2かなんかのさ、行き道と同じかな。俺なんかこう覚えてんだよな。これ。俺これ覚えてんだよな。か、昔の記憶が、本当に覚えてたか。昔の、子供の時の昔の記憶が。か、なんか、ゼルダかなんかのさ、道やったような気がせんこともないんだけど、覚えてないんだよな。ただあの道覚えてんだよな。なんか右上だったような気がするみたいな。なんで右上かどうかはわからない。直感かな?直感なわけないもんな。フェアリードラゴン、あれフェアリードラゴンなの?フェアリーでドラゴン超強いじゃん。ポケモン SV やったら超優秀じゃん。フェアリードラゴン、まあ俺ポケモン SV まだ冷凍戦全然やってないけどね。てかまだエンディング終わってジムリーダーのやつ全部倒して、それ以外全然やってないけどね。今日、明日からやる。明日から頑張る。明日から頑張ります、僕。じゃ、ま、この辺ちょっと倍速にするか。三つトンネルのこの扉のところあるけど、ちょっとこの辺同じ敵しか出てこないから、出てこなくなっちゃったから、もう倍速で。なんか、同じ敵しか出てこんときはもう倍速使っていきたいな。最初だけ、モンスターと戦っていきの、あとは全部倍速でいきたいんだよな。だから倍速早くていいよね。ただね、定期的にセーブしないと、出たらぶっ飛んじゃうから。怖くてね。本来ならね、そんなこと気にしなくてもいいんだけどな。てか、全然ないな、一緒。あ、いいね。あと2、3回ぐらいはちょっと倍速でいきたいんだけどね。でたまに音楽変わるから、その音楽変わった時はテンション上がるから、あれなんだよな、倍速解除したいんだよな。倍速中は、どうしても BGM が消えちゃうから。敵出てこないな、トントントンと。敵出てこないな、じゃねえよ。次の穴が全然見つからんな。あ
スライムツリー仲間だった。あっしゃー。あざす。このまま連れてきますか。いや、やったぜ。今な、メスやった？オスやった？メスやったら嬉しい。だって全然見てないです。おー、来たー、もろすい。で、からの、ワープ。今何回？ 9 回ね。よし。じゃ、次10回はのんびり行くか。これね、あんまり出てこないときはね、ガチできついからな。効率よく探すのか、効率よく探すというか、まんべんなく探すのか、もう運ゲーで適当に回るのか、ほんとこれね、さっきのところ右行った方が効率が良かったんだけどな。うわーこれ上行くんか。最悪だ。うわーモルスも取れんし。ただこの今のレベルならガンガンボスも倒せるからな。水とかも全部いらんのよね。敵撃ってほしいな。よし、来たー。よーし。さあ、のんびり行きますか。お、肉。これ肉は欲しいけど、魔物はいらん。わあ、骨付き肉、超いいじゃん。骨はいいね。本音はいいよ。うわあ、しかし今本音で思い出したけど、ね、モンスターレース、モンスターレース2やりたかったなぁ。モンスターレース2。アマゾンで買って、よっしゃ、モンスターレース2やろうと思ったら、なんだっけ、中身入ってなかった。うん。どまい。どまい。側だけ。中身入ってなかったってどういうことかって言ったら、カセットがあるじゃん。カセットの、もうまんまデータがない。もう、側だけ。モンスターレースっていうのは、あるんだけど、側だけなんだよな。だから、なんだ、レトロフリークに差し込むじゃん。ね。おぉ、さあ、始まるぞ。あれ、ダウンロードしねえな。なんで？なんか壊れてんのかなって裏パッて見たら、あれ、メモリーないんだけど。あれ、データねえじゃん。データ抜かれてるじゃん。てか、なんか後ろのところなんか焦げてんだけど。なんかやってるやん。っていうね。さあ、ミミックはゲラゲラと笑って何もしない。まあ動く石像が敵なんだな。見たな。動く石像、こいつは強いイメージないんだよな。まあ作戦ガン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 で、ん？あ、これ順番変わってんじゃん。おお、スラボアバになってんじゃん。今更だけど全然気づかなかった。まあいいやろ。カイン切りドーン55ベギラマうそやん。痛恨。うわーこれ時間かかるで。うわマジかよ。ウクセキゾ遅いな。あ、間違えた。あーもうこれちょっとあれだな。ガンガンにした後、命令させろにして、ルカンナ。ドゥーン。しびる避けた後のベギラマ。いいね。もう一回下げてもいいけど、もう一回下げてもいいけど、一回命を大事に。で、ベホマで回復しの、あ、まあこんな感じ。で、ガンガン行こうぜ、ルカンナ。これ命中率下げた方がいいんかな。ガンガン命令させろマヌーさん。よしよし、オッケー。マヌーさん強いね。で枝バル真空切りチュイーン84強っ。84強っ。真空切りでいいじゃん。真空切り超強っ。何これ。うわ爆裂剣があったらな。爆裂剣が、うわマヌーサ強っ。何これ。もう攻撃食らわないんだけど。もうスラボいらんかな。スラボキャタピーと一緒なんだけど。あ、これ命を大事にしようか。そろそろね。で、なんかやってるな。
なんかちょっと見えなかったけど、あ、やべ、間違えた。当たんないね。ガンガンで、真空切り。真空切りマジでいいぞ。ギュイン強っ。3200。ごめんね、オーク。またレベル上がっちまった。負けた。これなんだよ、くやったな、それじゃあ、帰ろうか。ここのシーンは何なんだろうな。ミミックが出てくるってことは、なんかあるんだよな、多分。おー、テリオ。動く石像を倒したが、動く石像はおとなしく後ろから忍び寄るときく、なんと卑怯な魔物じゃ。それ言い過ぎ。言い過ぎ。お前、粗品か？粗品2か？一回それしようか。セーブは定期的に。セーブは定期的にやんないとな。で、戻ってきた、とりあえず、ね、これね。まず、ここら辺をガッとやって、アモール水も全部売っちゃおうか。もう、聖水も全部売っちゃおうか。金欲しいからな。天使の鈴って何？ま、ここら辺多分状態上回復だから、もういらんか。あー、で、魔物の餌はいらんかな。燻製肉も買えるからいらんかな。預けるアイテムって限界がある。おう、危ない。限界があるんだ。だから、燻製肉もガンガン売っちゃっていい。ルーラーの杖もいらんな。10円かよ。10円なら恨んでもよかったけど。で、金集まったら、ここで預けに行くと。預けるアイテムじゃない。お金。900円と。よっしゃ、3100円。3100円。じゃあ次の扉行きますかな。こう行って、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 間違えて、で、こっちの左側ね。で、消せるでしょ。こいつは旅の扉の一番をご覧になりますか？いいえ。よくぞ C ランクを勝ち抜かれた。左が喜びと知恵の部屋。真ん中が力と怒り。OK です。OK です。OK です。で、ああ、同じことね。じゃあ右行きますか。まあ、今回はこの3つをクリアしていきたいところなんだけど、どうかな。ルルルン、何回？14回地獄です。敵ちょっと見るか。まあ、敵ちょっと見たいからのんびりやっていこう。だ14は長えな。こんなになかったっけ？なんか思った以上に長いな。うーわー。てか、キメラいつ出てくんだろう？トーテムキラー。あ、弱っ。HP は低いんか。メラミードーン。強。メラミ強。で、相手の経験値結構もらえたな。213か。いいね。うわ、今倍速にしようかと思った。なんだ、この、回り道は。結構広いな。うわ、マジか。通ったところもう一回通るとか最悪やな。で、同じ敵？あー、でもなんかここら辺も覚えてるな。ここら辺の敵。なんかここら辺の敵でレベル上げした気がする。ということは、B ランク前回戦ったんだけど、B ランクってそんなに強いんかな？相当強い感じになるよな。なんかここの敵すげえ覚えてんだよな。めっちゃ戦った記憶がある。なんでだ？うわ、プテラノドン。そのまんまじゃん。そのまんまのプテラノドンじゃん。プテラのドーンじゃん。はい、さよなら。もう敵これぐらいかな。3種類ぐらいかな。トーテンポールみたいなやつと、プテラノドンと、花の鳥みたいなやつ。花、セミ。花、川、セミ。ぐらいだな。じゃあ倍速入院していくか。もう基本倍速よ。うわ、全然見つからんんだけど、やばくない？ここ。ルーラーの杖売るんじゃなかったな。10円だったら売る意味なかったな。ここ結構あれなんだな。その道が厳しいんだな。うわ、まだあるじゃん。うわ、なんこのヘドロたち、鬱陶しいわ。カニドーン。ドン。マジで？うわ、これやば、ここ。
カットしようかな。やばいじゃん。特技、暴れる、ベホマ、スラボ。ここやばいな。こうカットしてもいいよ。霜降り肉きたー。カットしよう。よーし、13階に着いたかな。いや、何回か消えるな。うわ、ちょっともうめっちゃ戻った時があって、残りもう12回ぐらいの時に、あ、もうそろそろセーブさないけんなと思った時にまたデータ飛んじゃって、うわー、セーブしてないってなって、あー、やっとここまで来たな。時間かかったな。さあ行くぞ。さあ行くぞはいいんだけど、 MP ちょっと少ないんだよな。多くの MP が少ないかな。で、ちょっと MP を回復しつつ行こうかなと。まあ歩いたら回復できるんだけど、特技で、回復できる技があるんで、それをガンガン使っていこうかなと。で、最初から最後まで敵がね、変わってない。アバはガンガンで、オークンにちょっと、魔法着て魔法着そのまんまで、スラボは攻撃と魔法着て、魔法規定を使うことによって、魔法を唱えると、MP が回復すると。まあ、戦う。これ魔法規定にしてるけど、あ、わかんねえな。あ、普通に攻撃するんだ。あー、魔法来なかったな。まあまあ、魔法を使ってないことはいいことやな。ちょっと魔法をちょっとね、本当に、節約しないと。あれ、なんとかの、なんとかのなんとか、あ、そう、素早さのため、素早さの、あー、バイ使っちゃった。まあいいや、よくないけど。あ、不思議な木の実ね。これもね、全部スラボにね、使っていこうかなと思ってのアイテム開き。よし、じゃあちょっと倍速にするか。ちょっとね、目覚めの粉。いや、ほんとね、これ、次のさ、下に行くところが全然見つからんでさ、すげえ時間、こいつ続きやめとこう。なんか、たまにこいつら、なんか、とんでもないやつが出てきてさ、なんか、一回やられちゃったんだよな。倍速にして全然気づかないんだけど、いつの間にか死んでた。うん、魔法規定がいいんだよね。これはガンガンで、命令させる特技魔法規定。ガンガン。アババ。魔法規定、回復してくれんかな。33だもんな。変わってないな。命を大事に魔法規定はやってるから、まあ普通の攻撃に、で、スラボも普通の攻撃で、お願いします。いいね。やっぱ命を大事にマジでいいよね。に。ベホマいいね。攻撃攻撃。いいね。普通の攻撃はマジで一番いい。あー、結局全然回復できんやったな。4ぐらい回復したかな。まあ、4でもいいか。こいつは話したくないから、とりあえず、次のマップで左か右か左。敵が来るね。まあ、倍速で。トントントンと。うぎぃ。38か。あんまり回復せんな。骨付き肉。絶対いる。うん、ちょっと薬草、てか、毒質を捨てるか。毒質を2個ぐらい捨てよ。このマップじゃない、アイテムを開いた時に同時に大体何個か用事を済ませるというね、めんどくさがり。右か。これこうしてこうよ。敵出てくるね。出て、敵出てくるのはいいんだけど、同じなんだよな。あの左、一番左のやつ欲しい。あいつもね、一回仲間になったんだけど、データぶっ飛んじゃったから、仲間になってないことになってんだよな。よし、いい感じ。お、いい感じ。いいね、俺が欲しいやつ、分かってるね。なんだ？以心伝心か？お前ら、
以心伝心っていう技も使えるんかな。よし、いいね。そうそうそう。そうそうそう、そう。わかってるね。もう一個ぐらいいっとくか、燻製肉。もう肉はね、これもう一回使ったら、一応生きてる限りはギリギリまで使う。だいたい三つぐらいで十分だけどね。魔物の肉はマジやる必要ないけど、燻製肉やったら三つぐらいやったら、仲間になるんですよ。いいね。プテね。よろしくな、プテ。はい、ね。最高。まだか。マジか。そう、こういうのが結構あるんだよな。あ、セーブしとく？ぶっ飛んじゃうからな。マジでぶっ飛ぶのが怖いんだよな。あー、敵結構出るな。もう逃げるか、めんどくせえから。逃げれんのやったらもう戦うわ。こいつは弱えから。普通に倒せるんだよな。倒せるのに逃げる理由が。やっと来た。あとさ、一回だったのにさ、その一回に普通に10分くらい取られたな。10分は行き過ぎた。あ、来たー。え、こんなんここじゃん。こんなんここじゃん。え？あ、そう、これ、行き。何こいつ、めんどくさ。こんなんあったっけ。かい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 、来ねえし。え、なんかフラグがあるんだろう。え、何これ。あ、何これ。来い、まっすぐ。くにゅー。え、これが、違う。なんだこれは。こうぐるぐるしとったらなんかなるかな。来るか。あと一歩なのに。あと一歩じゃん。あ、じゃあこれ一回出て、一回出てからのこう。こうして、これまっすぐ行く。くにゅ。お、来たか？一歩。なにこいつ。おもんねえんだけど、おもんねえぞ。じゃ、これ上下にずーっとやりよったら、来るとかある？そんなことある？ああ、もうそこかそこしか行かないんだ。じゃあここまで動かしといての？わかった、これめっちゃわかった。わかったから、これもうみんなよじるわ、みんなよじるわ、これ。わかったわかった。まずここのところを通る。したら3番目に行く。で、この3番目に行ったら、ここのね、四角はね、何も反応しない。あ、な、反応するわ。全然反応しちゃうわ。なので、まずここに来る。ここに来ることは大事。そしたら、もうあと2番目のところをグイーって行くだけでいい。うん、間違って落ちちゃったけどね。間違って落ちちゃったのは嘘として、これ行くやん。これこうしたら、あともう2番目をグイーってまっすぐ行ったらいける。余裕。なんかね、2番目のところは仕掛けがないというか、で、1番目、3番目、4番目のそこら辺のぐちゃぐちゃしたところは、全部仕掛けがあっていけないと。キーあったりー！ということでやっていきましょうか。スカイドラゴン。ここまで来るのにすっげえ時間かかった。さ、セーブしとくか。セーブしといて、ね、なんかね、覚えたんだよな。真空切り、枝払い、獣切り。まず、ルカンナで、で、王が、倍切りとかなんか覚えてんだよな。倍切りと。で、これを、スラボーにやると。で、スラボーは、特技は、ベギアーマーしかないんで、攻撃します。ギュイーン。で、相手防御力減らなかったんだけど。
で、これ、じゃあ、アバは命を大事にして、じゃあ、バイキリトを、オークに。で、スラボは攻撃します。ギュイン？バイキリト、ギュイン？大きく息を吸った。これさ、防御したらいいんかな？全員防御。トゥントゥントゥン。激しい炎、強っ！命を大事に、これさ、ドラゴン斬り？これすげえ食らうんじゃない？で、攻撃。ベホマー。ドクショウィン132。オークン死んじゃうかもなぁ。オークンは死んでほしくないから命を大事にして、防御。防御。いけるか？死ぬか？142だとすんごい食らった。でもオウくんがドラゴン斬り覚えてるんで、まあ、なんとかなるでしょう。ドゥイン、激しい炎で、これで、アモーラ水を、仲間オウくんに、もうスラブを死んでもらいます。あ、188なんだ。真空斬りやってくれないんだ。あ、やばいやばい。これは防御。で、スラブは攻撃。もう死んでもらう。あー、先にやられた。で、これで、アモール水を仲間、オークン。ギュイン。やば。防御。ギャス。77やべえな。アモール水足りんな。また大きく吸ったな、こいつ。防御。やばい。もうスカイドラゴン超強い。使って攻撃。うわあ！マジかよ。あ、まだいっぱいある。まだある。死ね。うわ、まだ死なんのやん。やば。あー、最後かな、アモール水。で、最後、ドラゴン斬りやな。スカイドラゴン強えんだけど。わ、無理だな。こっちの方が早いよね。ドラゴン斬り。ドキャッハウキャッマジかよ。わ、勝てないんだ。結構ガチめでいったんだけどな。うわ、マジかよ。ちょっと勝てんやったらショックなんだけど。うわ、レベル上げんでもいけるんかなーと思ったし、地味に、ここまでで47分の収録時間、もうやめる。もうやめる。どこで負けたっけ？どこで負けたっけ？え？これ真ん中のところはクリアしたよね。クリアしてんだ。じゃあもう左んところで負けたんだ。あ、じゃあここはさ、なんかめっちゃ覚えとった理由はさ、こっから難しくなるんだ。なるほどね。いや、能力値的には結構強い方だとは思うんだけどな。スラボが弱いけど、スラボはこのままいきます。王が弱いな、やっぱ。こうやって見ると。だって、経験値一緒ぐらいなんよね。まあ、暴れるくんの方が、その死んでないから経験値ちょっともらってるけど、レベルの上がり方が全然違うな。この悪魔ってレベル上がりにくいんだろうな。でも悪魔使っていきたいんだよな。でも悪魔使っていくって言ったからね。いや、でもスラボをさ、進化させていい、やっぱり。ちょっと面白くねえわ。でスラボも、スライム系統で進化させようかなと思います。うん、ちょっともう、ダメ。無理。で、スラボも進化させる。合体させる。スライム系でね。スライム系で、まあ、ランダムでやっていこうかなと思うんでね。ちょっと、厳しい。終わんないかもしんない。スラボでやってると。てか、俺が、あんまり面白くないから。てか、スライム系の進化も見ていきたいからね。ちょっとそっち方面でやっていきたいかなと。とりあえず、ちょっと、厳しい。何が厳しいか、データが消えることが厳しい。
しょっちゅうセーブするんだけど、たまにね、忘れちゃうんだよね。まあ俺のせいなんだけどな。はい、ということで、次回、めっちゃ強くなって、ここに戻ってきます。やったるかなー。